ご存知ですか？なぜ太ってしまうのか、その原因と具体的な痩せる方法についてお伝えします。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立ていただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは1つ目の項目です。なぜということで、今回はそもそもなんで太ってしまうのかっていうその、原因についてお伝えしていきたいと思います。あなたはこんなことないですか？最近何をしても痩せることができない、また昔に比べてすぐ風邪をひくようになった、疲れやすい、だるい、やる気が出ない、もしそういった症状に心当たりがあるとしたら、もしかするとこのリーキーガット症候群になっている場合があります。これは何かと言いますと、腸粘膜のフィルターが故障中の状態なんですね。そうすることで本来入ってはいけない有害物質が血管の中に侵入してしまって、血管免疫機能も落ちる、そして代謝も落ちて太ってしまうというね、こういった状態にあるのがこのリーキーガット症候群になります。そもそも正常な腸粘膜であれば、こういった有害物質、例えば LPS 毒素、これは肝臓がんの原因にもなるものです。またアレルゲン物質であったり、ウイルス、あと未消化の栄養素などはしっかりとですね、腸粘膜がブロックしてくれるので、血管に入るってことはないんですよね。わかりやすく図を使ってお伝えしていきますね。正常な腸粘膜というのは、上皮細胞の、この部分なんですけども、この下に血管があるわけですよね。だから本来であれば、もう本当にね、ぴったりとこう細胞同士がくっついてくれていて、こういった先ほどのアレルギー物質、有害物質ですよね、が入ろうとしてもパーンとね、ブロック、もうパーンとこう弾いてくれるわけなんですけども、これが例えば食事生活が悪かったり、ストレスがかかったり、腸粘膜に炎症を起こすようなものを取っていたり、こういった方っていうのはですね、この腸粘膜の細胞との間に隙間、要はね、穴が開いてしまうわけですよね。そこから先ほど有害物質が侵入してしまって血管に入っていく。そうすると免疫力が低下する。そしてまた腸がですね、本来の働きができないわけですから、どんどんと太る体質へとね、変わってしまうっていう、この悪循環になってしまうわけなんですよね。では2つ目の項目です。何をすると先ほどのような怖い太る状態になってしまうのかっていう、その原因があります。それはこちらです。要するに腸粘膜、腸に炎症を起こすものを日頃からせっせせっせと取ってしまっている方になります。ご一緒に見ていきましょうね。白砂糖、グルテン、酸化した油、アルコール、カフェインなどです。これらはですね、その適量であれば、セーフな範囲としてもありますけれども、そもそももう一旦空いたリーキーガット症候群のような状態になっているのにもかかわらず、どんどんとこういったものを日々ですね、取ってらっしゃると、もう改善する余地ゼロですよね。それぐらいやはり腸に炎症を起こすものになります。特にですね、気をつけていただきたいのはこの白砂糖であったりグルテンだったり、もう腸粘膜にも非常にですね、負担をかける食べ物ということになってきます。では最後3つ目の項目です。どのようにということで、ではどうすればリーキーガット症候群にならずに、ピッカピカのね、もうピタッとくっついたその腸粘膜ですよ、それをあなたご自身で作ることができるのかっていう、その、ポイントがありますので、具体的なその痩せて健康なる方法をお伝えしていきたいと思います。もう一言でお伝えしますと、腸活になります。要するに腸内環境を整えて元気にして差し上げるってことなんですよね。それをあなたご自身でですよ、できます。そしてその対策としましては、とにかく腸内環境が整うもの、孫は優しいに代表される頭文字のお食事ですよね。豆類、ごま類のナッツ系、和はわかめなどの海藻、やは野菜ですね、さは魚、しは椎茸などのキノコ類、いは芋類です。こういったのを毎回毎回のお食事でちゃんと取れてるかなって、こうね、チェックしていただきたいんですよね。もうそれだけでね、本当に変わってきますよ。でプラスそこに選ぶ食材のポイントはこの4つです。1
一つ目は発酵食品であること。例えばお野菜であればぬか漬けなど発酵したお野菜の方がさらに痩せ菌が含まれていますからおすすめになりますし、また食物繊維、特に水溶性の方ですよね。こう便をこう柔らかくしてくれる方ですよね。こうネバネバ食品です。こちらの和などのわかめに代表される海藻類とか、オクラとかこうネバネバした食品ですよね。であとオリゴ糖です。これは玉ねぎであったり蜂蜜とかね、そういったものに含まれているんですけども、いろんな食品にも、入っています。でこのオリゴ糖が腸内環境を、こう整えてくる役割をしてくれるんですよね。そして最後 EPA DHA、 これはもう一番ねポイントかもしれませんね。腸の炎症を鎮めてくれる効果がありますし、そもそもこういったのはやっぱりね体外から取らないといけませんよね。オメガ3系 の、 必須ですよね。それでこの 1,2,3,4,5 項目を毎回の食事でちゃんと取れてるかな、今日あれが入ってるかなっていうのをですねチェックしていただく。そして美味しくできればですね、もう無添加の食材でです、いろんな添加物がね入っていないもので召し上がっていただきますと、しっかり腸が復活して元気になって、そして腸が復活しますと痩せ体質にね生まれ変わることができるんですよね。なぜかというと、しっかりと消化吸収ができるようになる、食べたもの。そうすると痩せホルモンの材料がそのね栄養ですからね。そもそも腸が元気ではないと消化吸収できず栄養不足になって痩せホルモンがね作れないっていう、その悪循環になっていきますから、日頃からまずはあなたの食生活ですねを見直していく、そして一つ一つできるところから取り組んでいくっていうのがね、もう大前提、もう基本になりますよ。なのでできるところからで OK です。あなたも私とご一緒にね、腸活スタートしていきましょうね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。